たずいも時間だ。塾？うん。あ、トイレどこでしたっけ？あのね、そこを右に曲がって、はい、そう突き当たったところ。あ、わかりました。じゃあまた。じゃあね、気をつけてね。はい。クオリティオブライフって言って、週末の方たちいかに生活の質を良くする。タツオ、こっちこっち。おいのタツオ、妹の息子。うん。と、本は？はあ。おきりくん、どっか行くの？北海道。あ、そう。いいね。一人で？うん。じゃあ。ありがとう。あ、ねえ、私、もう一つなかった。これ。妹なんだけど、ここのとこちゃんどうかな。え？あ、妹さん？うん。昔ね、結構教えたんだけどね、結局ね。あでも、ありがとうございます。何？私が使ってた、うん、あいつやられた。ケント、うん、朝妙にニヤニヤしてると思ったらあいつ。昨日ケント君のプレゼント買っちゃった。え、大丈夫？もうそう。でもまだ先だよ。最近のおもちゃってすぐに売れちゃう。うん、詳しい。この小さい子をよくプレゼントしてたから。ああ。おはようございます。ごめんなさい。上がってください。塾には連絡されました？塾には行ったみたいなんです。でもその後が分からなくて、お友達のうちにも電話したんですけど。ごめんなさい。あ、はい、どうもご無沙汰してます。いえ、ちょっとうちの次女が戻ってこないもので、そちらに伺ってないかと思いまして。そうですか。いえ、大したことじゃないと思うんですけど。じゃあお腹触りますね。
はそちらに伺ってないでしょうか。中学3年生の女子生徒が行方不明となり、警察が情報提供を呼びかけています。行方不明になっているのは千葉県流山市の中学3年生大石咲さんです。警察によりますと、8日前の今月2日、通っている学習塾を出たのち帰宅せず、その後連絡が取れていません。大石さんは中学校の制服姿で通学用のカバンを所持しているとのことです。私ならよかったのにね。失礼しますね。こちらに手をかけて、ゆりかごくださいね。どこさん、今日お聞きにならないんですか、音楽。今度私何か持ってきましょうか。ありがとう。じゃあ失礼しますね。はい、胸の音聞かせてください。さっき見つかった。どうも。どうですか、咲ちゃん。ええ、まあ落ち着いてはいます。体も大丈夫そうで、明日には。え、退院？はい。よかった。着替えだけ持っていかないといけなくて。それで、すみませんが。大丈夫です。生徒は今月2日に千葉県流山市で学習塾を出たまま行方不明となっていて、8日から公開捜査に切り替えられていました。警察には多くの情報提供が寄せられて、大丈夫ですか。昨日11日、千葉県野田市の住宅街に不審な乗用車があると通報が入り、後部座席でぐったりとしていた女子生徒が発見されました。それと一緒にいた男の子に任意同行の上、未成年者略取の疑いで。そんなことあるわけないじゃないですかね。本日に入り、誘拐・監禁などの疑いで逮捕されました。逮捕されたのは千葉県流山市の無職、鈴木達夫容疑者です。警察によりますと、鈴木容疑者は今月2日、千葉県流山市の中学3年生の女子生徒を塾帰りに待ち伏せし、用意した乗用車に押し込み連れ去ったとして、誘拐や監禁などの疑いが持たれています。警察の調べに対し、鈴木容疑者は黙秘をしているとのことです。警察は女子生徒の連れ去りを計画した。すみません、います。よろしくね。
はい。みちこさん。